さんこんにちは、コミッTV ヤギでございます。本日は著名人シリーズを配信したいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今回は女性芸能人の腕元にフォーカス。圧倒的な人気を誇るロレックスは女性からの支持も絶大なブランドです。そんなロレックスを愛用する女性芸能人は一体誰でしょうか。メンズライクにかっこよく着きこなしているスタイルは女性のみならず男性も目線がいってしまうものです。ぜひ最後までお楽しみください。最初にご紹介するのはファッションモデルもこなす女優川口春奈さん。ドラマや映画、CM、ファッション誌など様々なフィールドで活躍し、自身の YouTube チャンネルでは私服のファッションが常に話題になっていますね。そんなファッションセンス抜群な川口春奈さんが着用するモデルはロレックス GMT マスター2リファレンス 126710BLRO。 2018年発表の伝統的なレッド×ブルーのツートーンカラーベゼル×オイスターブレス仕様の GMT マスター2です。通称ペプシと呼ばれる初代の人気カラーを現代に復活させたこちらは GMT 機能を搭載したキャリバー3285を備え、そのパワーリザーブは約70時間にスペックアップしました。 T シャツにデニムを合わせたボーイッシュなスタイリングに GMT マスター2を着用する川口春奈さん。華奢な腕元にあえてメンズウォッチを合わせたファッション上級者らしい付けこなしはさすがの一言ですね。T シャツのグリーンとペプシカラーが奏でるコントラストや小物使いは王道なアメカジスタイルを昇華したコーディネートといえます。2人目にご紹介するのはファッションモデルの島袋聖奈さん。恋愛リアリティショーテラスハウスに出演し一躍有名人の仲間入りを果たした島袋さん。そんなテラハレジェンド島袋聖奈さんが着用するモデルはロレックスデイデイト36リファレンス128238。グリーンオンブレ文字盤と美しいダイヤモンドが目を引くデイデイト36です。ゴールドやプラチナのレアマテリアルのみで展開されるロレックスの最上級モデルデイデイト。こちらは陰影という意味を持つオンブレ文字盤で、黒から緑にグラデーションとなっている通称グリーンオンブレ文字盤。8ポイントのダイヤモンドと6、9、1にバケットダイヤを配した気品漂う仕上がりの一本です。ビビットカラーの洋服にこのデイデイトを合わせた島袋聖奈さん。あえて存在感のあるアイテム同士を組み合わせ、すっくりとまとめ上げたことでエレガントな佇まいとなっていますね。デイデイトは豊富なダイヤルバリエーションに加え、ユニセックスで着用できるサイズ感も魅力的なモデルです。3人目にご紹介するのは人気アナウンサー笹川由里さん。フリーアナウンサーの傍ら雑誌ベリーの専属モデルや起業家としても活動している笹川さん。そんな幅広いフィールドで活躍する笹川由里さんが着用するモデルはロレックスヨットマスター37リファレンス268621。スポーツモデルながらラグジュアリーで高級感漂うヨットマスター37です。高性能を実現するための厳選された素材と完璧なデザイン性を併せ持つヨットマスター。こちらは上品な印象を受けるチョコレート文字盤とエバーローズゴールドの落ち着いた色合いが上品かつ大人の魅力を演出してくれる一本です。ダークカラーのシックなファッションにこのヨットマスターを合わせた笹川由里さん。チョコレート文字盤が引き立てられコンビデザインのスパイスも加わり完璧なコーディネートですね。女性らしいパールのアクセサリーとのバランスも素敵です。最後にご紹介するのはモデル・タレントの今井花さん。雑誌エッグにてモデルデビューするとファーストシーズンのテラスハウスに出演し一躍ギャル界のカリスマとなった今井さん。現在はファッションブランドのプロデュース業を中心に活動し今なお大勢の女性から支持されています。そんなファッション界のカリスマ今井花さんが着用するモデルはロレックスサブマリーナリファレンス 126618LN。 2020年登場の18金イエローゴールド仕様のサブマリーナです。全モデルリファレンス 116618LN からケースサイズが 40mm から 41mm へとサイズアップし、より力強い印象となったこちらはデザイン面は受け継ぎながらも細かなブラッシュアップが図られています。セラミックベゼルにはイエローゴールドの特殊コーティングが施された60分のメモリが刻まれ、潜水時間を正確に測定することが可能に。
新ムーブメントキャリバー3235は高い耐磁性と耐衝撃性を実現しつつ約70時間のパワーリザーブを確保し、カレンダーの日付もいつでも調整可能となりました。モノトーンコーデにゴールドのアクセサリーとこの金無垢のサブマリーナを合わせた今井花さん、メンズライクな着こなしで男性から見てもかっこいいと思えるコーディネートではないでしょうか。そして女性がつけるメンズウォッチはどこかセクシーで本当に素敵ですね。まとめとなります。今や男性だけでなく女性からの人気も高いロレックス、かつてはアクセサリーとしての要素が強かったですが、メンズ向けモデルをおしゃれにつけこなす女性が増えたことで楽しみ方はより広がっていると思います。昨今のトレンドでもありますが、ファッションも腕時計もジェンダーレス時代と言えますね。今回もこの動画がご自身のお気に入りの一本を選ぶ際の一助となり、そして時計愛が増す一つのきっかけとなっていただければ幸いです。はい、今回の内容はいかがでしたでしょうか。明日もぜひお楽しみにお待ちください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。